はい、どうも、トラキシです。阪神タイガース、見事勝利いたしました。イエーイ！本日先発、大竹投手がね、試合前に監督推薦でオールスター初選出されました。おめでとうございます、本当に。そして、まあ、今日マウンド上げたわけですけどもね、まあ、その前に、昨日、まあ、ちょっと炎上しちゃった、ここ最近ね、まあ、てか、今年安定感に欠ける西勇輝投手、そして、まあ、梶谷投手が抹消ってことで、まあまあ、梶谷投手の抹消に関しては、ほんま可愛いせやけどな、使われ方をね、ちょっともうちょっと固定してあげてほしいなっていうところあるんやけども、そして変わってね、佐藤輝が一軍復帰、そして小野寺選手、浜地投手、及川投手がね、一軍登録っていうところで、はい、もうみんな落ちるなよと、頑張れよっていう思いです。はい、まあ試合の方はですね、1回表、島田海里選手がプロ1号ホームランとなる先頭打者ホームランでタイガースが先制。よっしゃー。そして3回表にはね、前川選手のヒット、それをね、レフト西川選手がエラーで追加点、その後ね、無視満塁のチャンスも無得点。ここはしっかり点取っていこう。無視満塁、ノーアウト満塁やぞ。ここはしっかりね、きっちりとね、点数取れるようにしていかないと、厳しくなるし、ピッチャーに負担かかっちゃうんでね、チャンスではどんどんね、点取れるように頑張ってください。はい、まあ、大竹投手が、オールスターに選ばれた、本日オールスターに選ばれた、監督推薦で選ばれた、大竹投手がプロ入り初完封。まさに大竹デーって感じでしたね。はい、雨も降っとって、まあ、大雨幸太郎さんらしい、マウンドが濡れた中ピッチング、本当になんか今日はもう大竹デーって感じでしたね。はい、そしてその大竹投手、広島戦4戦3勝無敗ってことで、もう完全に広島キラーです。完全に広島キラーです。はい、もうなんやろな、安定感抜群やし、まあ広島戦以外に関してもそうやけど、やっぱ試合は作ってくれてますしね、ずっと安定感してますので、ずっとね、このまま安定したピッチングをよろしくお願いいたします。大竹投手ね、本当久々の勝利投手やったんでね、ここからね、再び、どんどん勢いに乗っていってもらえたらなと思っております。ナイスピッチングでした。そしてベイスターズがね、ヤクルトに敗れたため、ゲーム差がさらに広がって 2.5 ゲームになりました。イエーイ。まあ、どんどんね、今は目の前の試合を一人ずつ勝っていってほしいなと思うし、最近連勝できてないんでね、連敗はしてないかな、そんなしてないですけども、連勝もできてないので、勝って、負けて、勝って、負けて、まあ、引き分け挟んで、そんな感じの試合が多いので、明日はね、勝ってカード勝ち越し決めましょう。ファン投票1位。明日はオールスターファン投票1位。村上頌樹投手が先発ってことなんで、村上投手、広島打線をね、ねじ伏せてほしいなと思います。僕オールスターね、バンテリンドームの第一戦ね、応募してたんですけど、はい、外れました。今年もかって感じですね。オールスターね、毎年応募してるんですけども、当たったことがありません。はい、当たったことがない。2019年以下っていうのはね、甲子園球場、京セラドームの試合しか応募してなかったんですけども、当たったことがありません。で、20年、21年っていうのは応募してなくて、去年はね、応募して、2つとも外れて、今年も外れました。今年はね、まあ、バンテリンドームだけやったんですけども、外れました。いつなったら当たるんや。来年はね、エスコンフィールドと神宮球場、まあ、両方ね、応募したいなと思ってるんで、来年こそ、やっぱ2個で応募しなあかんな。2個とも当たる可能性はほぼほぼないやろうし、まあ、当たったら当たったでね、2連戦楽しむだけですし、はい、まあ、2個応募しなあかんなと思った、ほんま。はい。っていうところで、来年は当たりますように、はい、願っております。ちょっと話だいぶそれたんですけども、近本選手がいてない中、みんなでね、こうカバーし合って、やっていけてると思いますし、木浪選手も近本選手のリストラバンドをつけてやってますし、島田海里選手もね、自分がやれるべきことをやるって言ってましたし、それをね、今日結果に結びつけてくれたので、明日以降もね、いい形でタイガースらしい野球でね、どんどん戦っていってほしいなと思うし、どんどんね、明日以降連勝やっちゃいましょう。連勝街道をね、歩んでいけたらなと思っております。頼みます。はい、ではね、最後にロックオールシュー歌って終わりたいなと思います。強い強い阪神タイガース、
ロコロシにさそと、そう天かける日流ど、青春の吐き麗しく輝く我が謎発信タイガース。おー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 発信タイガース。フレー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 。はい、皆さん本日もありがとうございました。ぜひチャンネル登録、そして高評価の方もね、よろしくお願いいたします。ドラホー！